はい、どうも、はじめきよしおです。まあ、チョコレートスニーカーズが炎上してるんですよ。で、僕がすごい熱い思いを語ったんですけど、冷静になって考えてみましょう。その、なんつうんだろうな、モノモース系っぽく喋ったんですよ。まあ、その動画も上げますけど、なんか俺おかしいんじゃないかなと思って、YouTuber 集団がって言って、それでなんで俺は YouTuber 全体を悪く見る風潮があるのかって思うんですよ。チョコレートスニーカーズが悪いよねって終わらせればいいと思うんですよ。なんで YouTuber 全体が嫌だねって偏見を持つんですか？逆に。ね。そいつが悪いだけなんですよ。だから、カルピスソーダ、一本毒入ってました。うん、極論言うならね。うわ、飲めないで、それで、うわーって重症になった人がいた。うん。それからでもカルピスソーダ飲みますか？でもその一本が悪いじゃんって飲む。でもやっぱそれないわ。うん。偏見って言うけど、それは違う。食べ物だもん。自分に危害が来るんだもん。危害来ないでしょ。あ、でもな、俺が実際サイゼリアでそんなやついたらうざいけどね。バンバンバーンみたいな。バブダックベロマズボーンみたいな感じでね。うるさいやついたらほん、嫌だけど。確かにそういう手にとって不快だけど、まだその立場に行ってないんで、なんとも言い難い。嫌だけどね。っていうね。うん。で、実際その立場になんないと本当に嫌か分かんないじゃん。うん、俺殴りに行くかな、俺だったら。うん、ま、うざいよな、確かに。うん、うざい。うざいよね、本当にそういうの。まあでも冷静に考えたらやっぱどうでもいいよな。それでなんか YouTuber が積み上げてきた何々があったら、さっき言ってたけど、はって思う。お門違いじゃねって思う。悪いことしたやつが悪いだけで、なんで YouTuber 全体が悪くなるのって話じゃん。まともにやってるやつまで被害被るって言うけど、それはそんな変な感じのことを言ってるやつが悪くない。悪くないんだもん。だって 水溜りボンドは悪くないじゃん。水溜りボンドはそんなこと言ったって平常運転でしょ。うん、まあなんかよくわかんないけどな、まあ、世の中のなんか、まあよくわかんねえな、今回の事件も。ちょっとね、熱くなって喋ったけど、結論なんつうんだろうな、でっていう事件ではあるよね、やっぱ。うん、確かに全部食ってみた系は木下優香以外はやんない方がいいってことは分かった。いや、木下優香さんな。さんってやっぱしっかりと継承をね、つけないと俺 YouTube から殺さ、YouTube ジャパン、もしくは UM から殺されるんで、プション。やられた。いてー。まあこんな茶番は置いといて。いやー、なんかね、まあそのなん、どうでもいいよな。YouTuber がどうとかそんなんよくね。しょうもないっていうやつらだしな。なんか俺やっぱどうでもいいわ。真琴さんみたいに。理由になってないっていうかさ、真琴さんもね。そのなんか、YouTuber たちが積み上げてきたものをヒカルは全て崩し去ったみたいな、詐欺師がみたいな感じに言ってるけど、厳密に言うとあんま詐欺じゃないらしいけどね。うん、詐欺師カッコ仮って言わなきゃダメなんですね。うん、詐欺師じゃないけど詐欺師詐欺師っていう真琴さん、やっぱ俺嫌いだわ。確証が出てないのに、なんかネットの情報に鵜呑みにされてるバカの一人としか思わなかった。俺はやっぱり。うん。でもバカだから面白いっていうのはあるかもしれないけどね、真琴さんが。バカがちょっと小難しいことやったらすぐ詐欺師詐欺師って思ってるだけでしょ。根っからの詐欺師ですよ、みたいな。確かに根っからの詐欺師だけどね。うん。
なんつうんだろうな。でもこっからみんながチョコレートスニッカーソーダだきになる風潮、俺は嫌いです。ダサい。うん、俺が一番嫌いな風潮を次の動画で言います。やっぱりその見たいものが、うん、まあ言いますけど、やっぱそういう風潮ダサいよね。じゃあ結論言いましょう。あの炎上したからって言って俺に危害が来ることじゃないんで、どうでもいいです。で冷静に考えたらさ、興味ないんだもん、チョコレート、スニッカーズ、スモーカーズね。面白い奴らじゃないんだもん。じゃあ見ないよ、俺は。それだけ。